6年連続3割を超えるバッティングアベレージを残しています糸井です。さあこれでワンアウトランナー3塁1塁という形になりました。まあ、あの大量失点じゃなければその初回点を取られてもいいじゃないかというようなことなんでしょうけれども、ここでランナーが溜まったところで4番のカラバイオということになりましたので、ちょっと気をつけなければいけませんね。まあ、そうですね。まあ、でも、ここで、サードランナーも意識してしまうとですね、ストライクゾーンというところがすごく狭くなってしまうので、はい、今日はヤフオクドームに場所を移してホークス対バファローズの試合。引っ張った当たりはレフトの前に落ちます。三塁ランナー西野がゆっくりとホームに帰ってきました。カラバイオにタイムリーが生まれています。バファローズが1点先制しています。最後は変化球だったでしょうか。スライダーが真ん中高めに入りましたね。スライダーが真ん中高めでしたか。今のシーンです。そうですね、3球続けてまっすぐを投げた後に今の意図としてはスライダーで空振りを奪いたいというようなことだったんでしょうか。高谷捕手の構えている位置からするとストライクからボールになるスライダー、空振りもしくは内野ゴロでダブルプレーと、なるほど、いうところでの計算というか配球だったと思うんですけどもね、そこが真ん中に入ってきてしまったという結果ですよね。はい、そこを逃さずカラバイオがレフトへ弾き返しました。1対0、バファローズが今日の試合先制しています。